それでは8月の8月の定例記者会見よろしくお願いします。まず9月議会のですね、提出案件ということでございます。人事案件25件、予算案件2件、決算案件14件、条例案件5件、断行議決案件9件、専決処分の承認が2件ということで、57件となっております。一つずつの内容はまたご確認いただければというふうに思います。次に補正予算の概要でありますが、第4回第5回となっております。ちょっと順番が前後しますけども、まず第5回の方を先に説明させてもらいたいというふうに思います。令和5年度の9月補正予算の第5回は、4月大雨災害による農地、農業用施設、漁港、市道等の本復旧事業費をはじめ、物価高騰対策として地方創生臨時交付金を活用した中小企業者、林業事業者に対する支援経費及び学校給食用食材高騰に伴う物資購入経費の追加のほか、可燃度の国県出資金返還金や令和4年度決算剰余金の減災基金への積み立てを中心に補正をするものであります。補正事業数は32事業、新規は一部新規を含んで5事業であります。補正の予算額は一般会計のみでありますが18億1000万円となっております。予算の内訳でありますが、事業費としては災害復旧事業に5億3660万円、地方創生臨時交付金の対象事業に1億4650万円、その他に11億2690万円で、合計が18億1000万円となります。財源の内訳といたしましては、国県の支出金が3億4279万円、私債の方が3億1580万円、基金の繰入れ金が約1200万円、繰越金が10億8536万円、その他が5400万円余りということになっております。災害の復旧事業費の状況についてでありますが、今年の7月に発生した災害といたしましては、ちょっとこれはまた、これが第4回の補正になってますんで、これ後で説明しますけど、今回は2億4060万円を計上をいたしました。合計でこの今年の災害がですね、5億6560万円となっております。それと令和3年4年、3年度の時の災害の対する補正予算の額が2億9600万円計上をしたところでございます。最後に地方創生臨時交付金の状況でありますけれども、今回8144万4000円すべてこれを計上させていただいて、残はないと、すべてに充当したということでございます。それでは一つずつ説明をさせてもらいます。まず災害の状況で、災害の復旧事業であります。現年発生災害として農地及び農業用施設、これが農地が33箇所、農業用施設が48箇所、これの復旧費等で6000万円であります。林道の方の復旧費、倒木土砂撤去事務費が7箇所、300万円、工事請負費11箇所で2000万円で、合計2300万円であります。漁港の方は鷺浦漁港の復旧費ということで3000万円、公共土木費としては、公共土木施設の復旧費90箇所に1億1300万円、
公園では平田森林公園ののり面の復旧費に730万円、教育施設関係では高神谷の史跡公園ののり面の復旧費で400万円、観光施設のうさぎ森林公園駐車場ののり面の復旧費で330万円とを計上いたしました。可燃度発生災害、先ほど申し上げた令和3年度分でありますけれども、これは令和4年度繰越事業で執行予定であった令和3年災害にかかる復旧費のうち、年度内完了が困難となった箇所について令和5年度予算に計上して執行することによる事業費の追加ということで、佐田町地内の河川の3箇所の2億9600万円であります。次に地方創生臨時交付金の対象事業であります。まず一つは、中小企業者等物価高騰対策の省エネ支援事業ということで、物価高騰により事業経営に影響を受けている中小企業者等のエネルギーコスト削減の取り組みに対する支援経費の追加ということで、これは対象者は県の緊急支援事業の補助金を受けた中小企業者等であります。補助率は中小企業者県補助金の確定額の2分の1以内、また小規模事業者コロナ融資利用者は県の補助金の確定額の4分の1以内ということであります。次に林業用機械の購入支援ということで、これも原油価格や物価高騰に対応するための林業事業者に対する支援経費ということで、補助対象者は県支援事業を活用する林業事業者であります。省エネとか省コストに資する林業用の機器等の購入経費でありまして、県支援事業の補助算の2分の1以内で上限が500万円となっております。次に学校給食費の関係であります。学校給食食材の価格高騰に伴い、学校給食の内容を維持するために必要な物資購入経費を追加いたします。保護者の皆さんの負担の軽減を図るため基金やこの臨時交付金を活用をしたところで、あります。次にその他事業でありますけれども、一つには、私立認可保育所等の特別事業補助ということで、医療的ケア児の受け入れ体制の整備費で、1箇所、具体的には看護師の配置に伴うものであります。次に対象児童数の増に伴う障害児保育対策の事業費の追加で、これが対象施設が39施設あります。次に病後児保育事業ということで、これは国の制度が新設されたことに伴う追加と、空き状況の確認がすぐ分かるようなウェブサイトの作成の経費であります。合わせて160万円。次に新型コロナウイルス感染症の基金活用ということで、これは運動用の備品の購入費の補助等にということで、私立の子育て支援センターまた私立認可保育所分として600万円を計上をいたしました。次に文化施設の改修費ということで、ビッグハート出雲の白のホールの舞台機構設備の更新工事であります。これは工事期間が令和5年と6年度にまたがることから、今回は令和5年度分の1870万円で、令和6年度は2810万円ということで、債務負担行為の設定をお願いするものであります。次に退社基地関係でありますが、旧退社基地滑走路跡地の一部を歴史学習の場として保存活用するための土地の交換に向けた不動産鑑定評価経費を130万円であります。
次にアニメコンテンツを活用した誘客事業ということで、10月28日出雲大社の神楽殿で、予定しております、出雲を舞台としたアニメ作品とのタイアップイベントに関する経費であります。次にインバウンド推進事業としては、国の事業採択を受けた出雲インバウンド事業推進協議会に対する事業資金の貸し付け、国の委託費相当額を貸し付けるということであります。次に特産振興の事業では、県の事業採択を受けた特産振興事業にかかる施設、また機械設備等に対する補助ということで、ブドウの方で2100万円、観賞、いわゆるさつまいもの方で1580万円のであります。次に減災基金の積み立てということで、令和4年度一般会計の決算剰余金の一部を減災基金に積み立てるということで、剰余金が、約10億円ございます。これの2分の1以上ということで、7億6000万円を基金に計上するということでございます。最後に国県支出金の返還金が確定をいたしましたので、約2億1000万円を返還するものであります。各々の内容についてはご覧いただければというふうに思います。次に、第4回の補正予算であります。これは8月4日に専決処分をしたものでありまして、7月の大雨災害による被災者に対する支援経費や災害ごみの処理の災害対応経費、また指導ほか公共土木施設の応急復旧事業費についてであります。補正事業数は5事業になっておりまして、補正のについても一般会計のみで2億6000万円となっております。財源の内訳は、国県支出金が685万円、支債が2億3700万円、繰越金が1615万円となっておりまして、合計が2億6000万でございます。内容の方、被災者支援経費といたしまして、災害対策費として、居住家屋や木戸道等の土砂撤去応急修繕費の費用助成ということで、456万円、対象の見込み指数が24件となっております。次に床上また床下浸水の被害を受けた世帯に対する主尿汲み取り経費の助成が、5万2000円、この対象が、8件を見込んでおるところであります。あと事務費合わせて、470万円。次に、被災世帯への見舞い金、生活必需品等の支給ということで、530万円、対象が11件を見込んでおるところでございます。災害対応経費ということで、災害ごみの処理について2トントラック約40台分で600万円、次に水防団への出場報酬の追加ということで、875名のを見込んでおりまして、これが700万円、次に災害の応急復旧経費ということで、応急対応費が165箇所で1億7700万円、測量設計費が30箇所で、6000万円となっておりまして、合計が2億3700万円となったところでございます。以上を9月議会に計上をさせていただきたいと、提出したいというふうに思っております。すみません、もう一つ病院会計がありました。病院会計の第1回補正予算について、これは、検診センターの拡張工事にかかる事業費の補正についてでありまして、旧ペット CT 室の改修を含む検診センター拡張工事については当初、検診業務を継続しながら本年度内の完成を予定しておりました。しかしながら
検診業務の継続実施と工事を並行して行うためには工事工程をさらに細かく設定する必要があり、そのためには工期延長及び工事費の増額が必要となったことによって、令和5年度と令和6年度までの継続費として計上を補正をするものであります。以上です。それではですね、先ほど案件の説明が終わりましたが、これにつきまして質疑等ございましたらお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。どうぞ。マイク持ってきますので。初めて読売新聞の中村と申します。その他事業の後の退社基地跡関連施設の移行した活用事業についてお聞きしたいんですけど、これは2年ぐらい前から有本さんとの土地交換に向けた協議が続いていく中、その後で続行がなかったんですけど、今回この交換に向けた不動産鑑定評価経費などということは、どなたか合意に至ったのかとか、その経緯を教えてください。はい、これまでいろいろと交渉をしておる中で、おおむね、このような歴史学習の場として保存するということについてですね、お互いの理解ができたということでありまして、実際それに向けた、不動産鑑定の評価額をこの度、お願いするというものであります。すると合意に至ったというふうに捉えてもよろしいでしょうか。それともまだ合意はしていないということでしょうか。正式には まだ十分にまだ合意というか、今、その過程であるということで、過程段階の不動産鑑定の評価というそういうことですね。私は合意とかになった場合をまたお知らせがすると。はい、お知らせというか報告をいたします。わかりました。はい、他にございませんでしょうか。どうぞ。毎日新聞の松本です。お願いします。まず災害復旧事業についてなんですけども、法人代施設行為の2年の復旧費についてなんですが、これ公園内の遺跡の発掘場所であったりとか、そういう、場所への被害というのは確認されているんでしょうか。いや、それは普通のそういう場所はないところの乗り面の公園の乗り面だと思いました。もう一点、サリンガ漁港、漁港ですか、復旧費なんですけど、これはどういう被害がここではあったんでしょうか。土砂ですね。土砂の堆積がぐっとあって、それを取っていかないと、船がなかなか往来というか、そういうのに支障が出てくるということです。あともう一点、さっきの土石水インフラストラクチについてなんですけども、こちらの交換というのは大体いつ頃を目指して考えられているんでしょうか。交換の時期について、時期についてはまだ今交渉中ですし、この鑑定をまた待ってですね、その後にまたいろんな交渉があろうかと思いますので、その後だということだと思います。つまりその不動産鑑定をして、これぐらいのこの土地にはこれぐらいの価格がありますけども、分かった上でもう一回交渉して合意に至るという、そういうことです。わかりました。ありがとうございました。はい、他にございませんでしょうか。どうぞ。中新報の黒田と申します。先ほどの退社基地の学事業のところですけれども、まだ合意に至ってないというところで、これからかもしれませんけれども、歴史学習の方として保存活用の具体的な案ですとか、そういったものはありますでしょうか。具体的な まだないというか、まだその交換するとかそういうことまでも至ってないんで、具体的にない、今は現状では、いや、ここの場所でということだと思うんですけど、すみません、市民部学部の情報課でございます。先ほど市長の方からもお話があった通り、今
交換に向けての協議をしております。でそのために交換の条件として、今投石同じ面積、市の東側に所有している面積と同じ面積を西側で事業者団が確保して開発をしておられないところを残しておられます。で場所が違うということもあってですね、これから交換にあたって、それぞれの土地の評価をしていかないと交換の条件が破棄しないということで、今回、一定程度その交換 に向けての協議が進んでいる中で、じゃあ正式にその評価をしてどのぐらいの価格差があるのかないのかということを掴んでいきたいということで、この度評価の、予算を計上させていただいたところでございます。今部分的に協議を進めながら終わるところでございますけれども、今の事業者さんの方が年内いっぱい、今の西側の用地について、事業としてちょっと利用されている経緯がございまして、それが終わる頃を見計らう一つの検討で、合意に向けて、協議を進めているような状況でございます。活用方法としてはしましては、今全体の、滑走路跡地についての市の方での調査も終わっていてですね、新たな調査結果もあるわけでありますので、最終的にはどういうふうになるかというのはこれからですけども、一定程度そういった調査結果を外で掲示をするような、掲示板の新たな設置とかということは考えていきたいと思いますし、今部分的にありますけども、展示もすでに八重の森のところでいつまでも戦後でありたいというのをここ3年間続けてやっておりますけれども、その成果を踏まえまして現地で、平和学習に使っていただけるような、教材というかですね、そういったものを作っていきたいなと思っておりますけど、具体的な予算とかそういったものは今後の調査、まだ全体の総合調査をこれから行いますので、それを踏まえた段階でも数年先のところでありますけれども、整備というか、現場のところでの学習の、表示とかそういったものはやっていきたいなというふうに考えております。先生、ありがとうございます。この不動産鑑定をされる時期ですとかというのはあるかというふうにいかがでしょうか。不動産鑑定は今回予算計上させていただいて議決をいただいた後に関係室鑑定士さんの方にお願いをさせていただいて、2ヶ月ぐらいの期間が必要かなと思いますけども、先ほど言いました年内に事業者との西側の土地の活用が一応目がつきますので、それに間に合うように鑑定の結果を出していただきたいなと思っているところでございますが、関連者を決定もしておりませんし、予算議決後に具体的な調査に入っていきたいというふうに思っております。わかりました、ありがとうございます。はい、他ございませんでしょうか。どうぞ。あっという間でしたよ。じゃあ、道西さんの方からよろしいですか。道西さん、私の方です。今補正の内容については進めていただいたんですけれども、市長として一番ですね、力を入れていきたい、その辺についてですね、説明いただければと思います。お願いします。この9月予算の中でですか。はい、9月予算の中ではもう災害復旧の予算も計上させてもらってますんで、速やかな災害復旧に向けてですね、担当課はもとより、業者の方々にもですね協力を願いながらですね、一日も早い、市民の生活がですね、回復するように取り組んでいきたいというそういう思いであります。わかりました。じゃあどうぞ。お前ですか。他にございませんでしょうか。よろしいですかね。はい、それじゃあ案件についての質疑は終了させていただきまして、行事予定の方に入りたいと思います。はい、それでは9月の行事予定ということであります。行事としては、
2点でお知らせを1つさせていただければというふうに思います。まず1つが、出雲神楽の定期公演2023 in 須佐神社ということで、これは、9月の9日の土曜日、9月23日の土曜日、10月14日の土曜日、須佐神社で、の拝殿で出雲神楽の奉納公演を特別に鑑賞できるプランが企画されましたので、紹介をさせてもらいたいというふうに思います。この出雲の神楽定期公演はこれまでも日本遺産の東沈む聖地出雲の取り組みとして日の岬神社を舞台に開催しているところであります。今年も開催しているところでありますけれども、今回は先ほど言いました、須佐神社、こちらが令和7年4月から令和9年にかけて県指定重要文化財である御本殿をはじめ境内の小建物のご修繕を行う令和の大遷宮が行われることとなっておりまして、そういうことも合わせてですね、この特別公演といいますか須佐神社の方で先ほど申し上げた、3日間、神楽が公演されるということであります。料金につきましては大人3,500円、小学生が2,000円、未就学児は無料ということになっておりまして、佐田町の特産品を後日、お届けする特典もあるところであります。事前予約が必要でありまして、募集人数は40名ということになっております。予約の方は実施日の5日前までに、していただければというふうに思います。また公演をご覧いただく方には専用のシャトルバスが運行をしております。JR の出雲市駅から須佐神社、そこからまた、JR の出雲市駅に帰っていくということでありますので、ぜひこのバスも利用してですね、多くの方にこの特別公演をご覧いただきたいというふうに思うところであります。毎度で申し訳ありませんが PR の方よろしくお願いしたいというふうに思います。次にですね、UI ターンの女子の移住体験バスツアーということで、出雲市で移住を検討されている独身女性をターゲットに出雲市内を巡るバスツアーの紹介であります。これは9月16日の土曜日と17日日曜日の1泊2日となっておりまして、16日の土曜日にですね JR 広島駅から、出雲の方にこう来ていただいて、今移住していただいている、先輩の方々と懇談を図ったりとかですね、またシャインマスカットの収穫体験があるということをですし、また古民家での交流会があったりとか、次の日には、稲佐の浜とか大社周辺をお散策していただくということになっているところであります。バスの送迎もあります。いろんな話も聞けると思いますので、こちらの方も、こちらは先着10名様ということでありますので、どうか、また告知をしていただければと思います。参加料も3,000円、このバス代、宿泊費、食事代、込みで3,000円ということになっておりますので、また、ご紹介いただければというふうに思います。続いて、お知らせということで、これ出雲市消防本部のがですね、全国の消防救助技術大会に出場するということで、ございます。先月の4月19日に岡山県で行われた第51回中国地区消防救助技術指導会へ出場した出雲市消防本部が陸上の部の幸福救出の部で1位となりまして、8月25日金曜日、今週間もなくでありますけれども、北海道札幌市で行われる第51回全国消防救助技術大会に中国地区代表として出場をいたします。少し2分弱の動画がありますので、ぜひご覧いただければというふうに思います。確実さとパワーが必要で、
ミスが許されない繊細な種目、匍匐救出。補助者が救助者にロープを結び、空気呼吸器を着装して長さ8メートルのトンネルを通り抜けます。要救助者を屋外に救出した後、2人で安全地点まで搬送し、確実性を競います。全国消防救助技術大会の予選として、中国5県の救助隊員が一堂に会し、第51回消防救助技術指導会が7月19日に行われ、出雲市消防本部の匍匐救出チームが札幌市で行われる全国消防救助技術大会への出場を決めました。森山隆です。経験年数は10年です。桑原誠です。経験年数は12年です。今シーズンのベストタイムを教えてください。今シーズンベストタイムは 33.78 です。自分のアピールポイントを教えてください。はい、どんな時でも冷静に決策を行います。はい、最後の勝利は早です。全国大会への意気込みを教えてください。はい、ありがとうございました。これタイムトライアルということで、減点項目があるようでありますけども、タイムトライアルで順位が決定されるということで、中にも全国1位を目指すって書いてありましたけども、ここの過去10年で最高の記録を今叩き出しているチームで、ありまして、普段通りの力を出し切ることができれば、本当に全国で優勝することも可能だと、可能だというか、もうそこまで来ているということでありますので、ぜひ皆さん応援をしていただきたいというふうに思います。大会の模様は YouTube でライブ配信もされる予定になっておりますので、いい報告がですね、聞ければいいなというふうに思っているところであります。以上、お知らせも含めて、私からの紹介とさせていただきます。はい、そうしますとですね、行事予定、等についてですね、質疑がございましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。どうか簡単に、すみません、さっきの動画は YouTube かなんかに上がってます。はい、出雲市の、YouTube の方にお願いします。ありがとうございます。もう行ってるんですか。25日が大会だから、今日ぐらいには、今日下ぐらい、防災、今日9月1日の出雲市防災訓練なんですけど、今年の9月1日は関東大震災から100年ということで、何かこれに関連するようなものがあったり、あと毎年、9月1日に出雲さん防災訓練やってると思うんですけど、今年は何かいつもとは例年とは違ったことを、やるのに関したら教えていただきたいなと思います。じゃあ今の、はい、防災安全部長の安直でございます。今年の訓練はですね、例年と、同様でございますけど、今年の場合は、本部の、ここの、この会場ですね、ここで本部会議の訓練等をはじめ、それから、市内で2カ所でですね、避難所の運営訓練等を中心に行いたいと思っております。で、訓練の内容には若干、昨年と違う大きな点というのは、ああして災害情報管理システムを導入いたしましたので、そういった、ものを利用するしての訓練、あるいは、先般、ドローンの関係で協定を結んだ関係でドローンのちょっと、実践的な、訓練とかですね、そういったちょっと新しい視点も入れながらちょっとやっていきたいというふうに考えておりますので、また、取材の方はまたご案内をさせていただきたいと思います。私からは以上です。震災については
特にそうですね、震災についての特にはあれは今回の訓練にはちょっと盛り込んでおりません。はい、それだといってあのドローンなんですけど、どんな感じにドローンはなりそうでしょうか。あのデモンストレーションみたいなのがあったりするんでしょうか。一応あのこの本部会議の場所でちょっと天気にもちょっと左右されるところがあるんですけども、あの実際今回の被害を受けられたちょっと地域の方で、そこからちょっと中継したりこちらの方から反対に反対の方向をこちらを移してほしいとか拡大してほしいとか、そういったちょっとやり取りをしてみたいというふうに考えております。他はございませんでしょうか。そういたしますと、案件については以上ですが、その他ということでですね、お尋ねしたいことがあればお伺いしたいと思いますが、どうぞ。中国新聞の寺本です。以前あのちょっと原発に関連してなんですけれども、中国電力 の放射線廃棄物の件で、あの山口県の金関町が中間貯蔵施設 の建設調査を容認したというニュースをご覧になっているかと思うんですが、もしあの、まあ、原発の立地県だったり立地自治体である島根県松江市にも同じようなことを聞いているんですが、周辺市として出雲市さん の受け止めというのをちょっとお聞かせいただけますでしょうか。はい、まあ、あの他自治体のことでもありますので、あのコメントとしては控えたいというふうに思っているところであります。周辺市として動向は注視していく。まあ、そういうことだと思います。はい、あ、よろしいですか。他はよろしいでしょうか。あ、そこで、おお、はいはいはい、日本ケーブルビジョンの中村です。よろしくお願いします。FDA の、 静岡便とあと仙台便、あの仙台便については来年の1月8日で確か運行終了という形ですけれども、あの市長はあの出雲空港整備業促進協議会の会長もしていらっしゃいますけれども、改めてちょっと受け止めをお願いします。はい、しっかりとですね、それ以降復便ができるようにですね取り組んでいきたいと思いますし、あの促進協としては、今支援のメニューはいろいろとありますので、それについてはしっかりと広く皆さん方にご活用していただけるようにですね、国主をはじめですね、いろいろな取り組みをしていきたいというふうに思っています。100万人という目標については特段変えずにいかれるというか。そうですね、今それを変えるつもりはあります。はい、目指して頑張りたいと。あと、すみません、別件ですけれども、この夏休みの期間中ですけれども、中学校とか高校生、中学生とか高校生とか、非常に出雲市内の子どもたちが活躍してますけれども、例えば、運動系ですと、氷川日中は全国3位、文化系ですと、吹奏楽ですと、中国大会で、金賞のうち上位3団体に与えられる全国大会で、すべて出雲市内の中学校が独占というような、報告もありましたけれども、いかがでしょうか。どのように言ってくれますか。嬉しいじゃないですか。大変に、はい、頑張ってるなということで、我々も勇気づけられて、元気も出てくるなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。はい、他にございませんでしょうか。よろしいですかね。はい、それでは、本日の記者会に続きましては、ご予定をしたいと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。